シトロエン C5、C5、C5 はフランスの自動車メーカーシトロエンが生産する中型ファミリーカーで2001年にエグザンティアの後継車種として誕生した。初代の C5 ワゴドアハッチバック及びステーションワゴンボディで登場した。ハッチバックのトランク部分にはエグザンティア同様にノッチが与えられ、当面にはノッチバックセザンに見えるようなデザイン処理が行われていた。 エンジンは直列4気筒 1800cc と 2000cc、V 型6気筒 3000cc のガソリンエンジン、1600cc、2000cc、2200cc の直噴ディーゼルエンジンが選択可能であったが、日本市場には 2000cc と V6 のガソリンエンジンを搭載したモデルのみが当初は新西部自動車販売、後にシトロエンジャポンから正規輸入された。 C5 は1982年から1999年まで、シトロエンの会長の座にあったジャック・カルベの時代に、開発された最後の新型車であるが、カルベの在任中はシトロエンらしいデザインや、技術上の特色が顕著を薄められた時代であった。例えば C5 は、シトロエン伝統のハイドロニューマティックサスペンションの進化型である、ハイドラクティブサスペンション e を用い、その車高調整は、 従来の機械式のハイトコレクターではなく、電子式センサーにより自動的に行われているが、ブレーキとステアリングの油圧制御はサスペンションとは別系統となり、車のあらゆる動きを一つの油圧系統でコントロールしようという DS 以来の設計思想が崩された。この結果、C5 の操縦感覚はストロークのほとんどないブレーキタッチやエビンな、 パワーステアリングに特徴を付けられていた従来のハイドロニューマティック車から大きく変わり、コンベンショナルな自動車のものに近づいた。2004年に C5 は大規模なマイナーチェンジを受け、新しいフロント周りとリアセクション、セダンのみが与えられた。この変更は、買いモデルの C4 とも共通の新しいシュトロエンのデザインテーマに沿ったもので、ハッチバックの全長は、 従来の 4618mm から 4745mm に、ワゴンは 4755mm から 4840mm に延長された。また、往年の DS を彷彿とさせる、照射方向をステアリングに連動させた、ディレクショナルヘッドライトが装備された。また、サイドウィンドウは断熱式二重ガラスとされた。 日本市場には引き続きシトロエンジャポンによって正規輸入され、一時は HDD ナビエディションやレザーパッケージモデルも存在したが、本国で2代目が発表された2007年11月以降はレザーシートを標準装備した 2.0LE と 3.0EX ク,クルーシブのハッチバックとワゴンの4車種に絞り込まれていた。2代目の C5 は ヨーロッパでは2007年10月に発表され、4ドアノッチバック及びステーションワゴンボディが用意されている。パワートレーンには 2700ccv6HDI ディーゼルエンジンが追加されている。セダンがグッサ以来続いた5ドアハッチバックではなくなったこと、C4C6 と続いたセンターメーターが通常の位置に戻れ、ハイドラクティブではない通常のコイルサスペンション版も、 用意されるなど、最近のシトロエンの中でも、比較的保守的な設計となっている。日本では、プジョーシトロエンの両日本法人が統合されて2008年に発足した、プジョーシトロエンジャポンから2008年10月1日より発売された。従来通り2リッター時価 4.143PS の2.0の4モデルが設定され、 日本仕様はすべてハイドラクティブサスペンション付きとなっている。旧型より全長でプラス 55mm、全幅プラス 80mm、ホイールベースでプラス 65mm 大型化され、価格も旧型 2.0LE と新型2.0との比較で35万円上昇している。先代モデルにホイールナットのハブ4ケツから5ケツに変更された。 2009年には4気筒の1.6リットルターボモデルが追加され、日本では2010年から発売が開始された。1.6リットルターボエンジンは C5 に先立って C4 や C4 ピカソに搭載されている。日本で販売されるグレードは2.0と同程度の装備のものは C5 セダクション3.0エクスクルーシブと同程度の装備のものは C5 エクスクルーシブのグレード名が付けられた。価格は、セガンのセダクションが424万円、エクスクルーシブが459万円で、ツアラーはそれぞれ20万円高となる。2011年2月24日に日本市場でマイナーチェンジを実施。フロントヘッドライトに LED ポジションランプが追加され、テールライトも変更。17インチのホイールデザインも新しくなった。 また全モデルで値下げが行われ、セダクションで25万円、エクスクルーシブで10万円安くなっている。2015年5月19日に C5 の日本での販売終了に伴い特別使用者、C5 ファイナルエディションを60台の限定で発売。C5 よび C5 ツアラーの両方に設定され、上級グレードのエクスクルーシブをベースに18インチアルホイールと2年間の 延長保証を無料付帯したもの。これがシュトロエンでハイドラアクティブサスペンションを搭載した最後のモデルとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。